爆災の連鎖ということでブラキディオス2頭の狩猟です。凍土は久しぶりかな、白熱した凍土狩猟以来ですね。お久です、凍土さん。ということで、今回も、ハンマーのは今回はですね、あ、動画3回ぶりか。規格外のお靴と黄金と白銀ですから、あ、すごい3回も挟んでのハンマーですね。なんか久々に感じます。で、弱点特攻、混合、匠、覚醒の装備です。ですね。なんか、だいぶ動画のおなじみの装備になってきましたけど、この装備はブラキとかアルバートとか、全体的にモンスターとっても狩りやすいです。ドボルとかね。混合はあれなんですけど、高級耳栓でも防げるモンスターがいるんですけど、ね、なぜかディアブロスが防げない。まあでもね、あいつね、昔から方向強力でしたもんね。やっていきまーす。ちなみにディアの方向って5回連続で食らうとピオるんですよ。すごいですよね。その前に気絶値の高い攻撃とか食らってて、方向とか食らうとよぴっちゃうことがあります。このエリアね、ブラキがトントンして攻撃は避けやすいってか、あんまり距離離されないから狩りやすいんですけど、ギーギがねやばいんですよ、このエリア。多分ね、俺この動画で2回ぐらい噛まれて、結構ね、厄介なことになると思います。というわけで、丁寧にやっていきたい、やはり。なんか、もしかしたら若干解説になるかもしれないですけど、この前ね、黒曜石やってくださいというリクエストも来てたんですけど、やっていきますよ。これ、振り上げ当たないで、スタンプ。多分振り上げ当てると今のひるんじゃってた気がします。で、こうトントン距離離されたら研ぎます。切れ味はね、常時紫保っていきたいんで、で、下に潜って下からスタンプ。これはこっちで OK だったか、危ない。あんまりね、ブラキってね、攻撃してすぐにね回避しちゃうと今みたいな爆発に巻き込まれたりしちゃうんで、さあ来い。一応 KO 術がついてるんで、研磨狙いでご飯食べたんですけど、KO もね、おまけで発動してくれたんで、あー、来た来た来た、早く来た、早く、ハンターさん、早く振ってよ、くそ、ホームラン間に合わなかったじゃねえか、ベイベー。ねえ、本当にね、このエリアね、ギーギがすごいんですよ。火事場ができないんですね、だから。そしてこのヒットストップでクズイワーす。このね、俺の、間違えた。この、俺のございますってどっから来てるかっていうと、千と千尋の、千がね、こう、湯屋の中に入って、凛にね、湯婆婆のところに案内されるときに、カエルがね、右手のお座敷でございますって言ってんすよ。それの真似です。映画ね、いろいろ好きなんでよく見るんですけど、うおー、これは当たんないけど、なんかあんまり行動良くないぞこいつ。飛んできたり手やったりしてほしい。そう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 、いい子ですね。やめてー、なんでそんなとこでひるむ、おかしいぞ。サンキュー。ブラキは陣容型違って結構ね、溜めて立ち回るのが狩りやすいです。たまんなかった。こう手を軸にして移動するのがこいつらしさなんですけど、行動ね、先読みできるとそこにスタンプを置けたりするんですけど、なんかね、そういうこともやっていきたい。ちょっと今集中しましたけど、トライGね、こう5回回転しないとホームランが打てないんで、今ちょっと無言でね、ちゃんと回数数えたんですけど、本当にね、実況しながらやると難しかったりしますよ、意外と。ドンと来て、爆発。ブラキディオス、初見の時確か火山でしたよね。火山で村クエだったかな。すごくね、難しかったの覚えてますよ。あはは、ひるまないで、ちょんがらけ。ちょんがらけー。どう来る？何それ、ただ寄ってくるだけ？ズサでしょ。ズサ来たら、今みたいに左側にちょっと寄せておいて、やると。ホームランが打てます。ホームランじゃねえ、スタンプが打てます。
研ぎたかったな。これ動画だと光ってるとこ分かりにくいかもしれないですね。というわけで1投目終わり。なんかね、微妙な狩りになったっぽいですけど。2番か。大体ね、あのアグナーシュが出てくるエリアにいるんですけど、まあでもたまに2番にもいますね。あ、こっち来る？来ない。あ、これ当たるか、またたび。当たったギリギリ。目の前にいてくれると割と やりやすかったりします。これは足に縦さんでいくか。ギリギリまで迷った末の足に縦さん。当ててよー。迷う時間が長かった。一応ね、あの足に縦さんやるとこういう風にすっ転びますっていうところね、見せたかったんで。なので、あの耳栓とかねついてなくても足に縦さんをやれば転びます。ん？俺何言ってんだ。あれ、なんか今説明になってなくね、全く。もうやばいよ、俺の実況。今回はグダグダの予感。ブラキね、耳栓あると借りやすいんですけど、挑戦者がね、有効なんですよね、すごい。挑戦者に覚醒弱点特攻、キラージレベルプラス1って装備もあるんですけど、それね、イカルタの、ただでさえ攻撃力高いグロギガの火力がさらに上がるんで、めっちゃ強いんですけど、その分ね、耳栓がないんですよね。だから、あの、方向させないタイミングでホームランとかってね、うまいこと買っていかないと難しいんですけど、スタンプ間に合うか。ああ、間に合わなかった。これ来たら、こっち側によって、ここら辺からスタンプ。バーッとクリティカル。出ないでください。わかりましたか、今皆さん。紫色のえげつない色のクリティカルヒット出ましたね。これまた出る。スタンプの時にね、バットクリティカルとか出ると固定されちゃうんですよね。こう振り上げの時にバットクリティカル出ると必ず、ほら、ほらほら、3連続なんてありえないっすよ、ギガさん。ギガさん今日機嫌悪いっすね。これ、マイナス15。何？ちょっとあんまよく見えなかった。マイナス15か。防御が25あるんですよね。本当にこのハンマーの性能おかしいと思う。まあでもね、トライ G、あの、G 級ありますから、前回の動画でも、白銀のカリンでもね、そんなこと言ったような気がしますけど、G 級がね、あるから、まあまあ、武器とかね、お供とかすごい強いんですけど、ちょうどね、エリチェンさして、エリチェンさして、やめてよ、やめて、うわー、逃げろ。そんな絶叫するほどのことじゃないけど、壁で今移動できなかった。動きが固定された。なんだと？というわけで、気を取り直してやっていきたい。挑戦者があるとね、あの常に怒らせてなきゃいけないっていうのがあるんですけど、それがないからやりやすい。本来ならね、あのあんまり KO 術とかってつけたくないんですよね。なんでつけたくないかっていうと、あんまりね、早くスタン取りすぎちゃうと、3スタン目の時にブラキ調のね、あの瀕死来てくれると狩りやすいんですけど、それがね、手をついてると早くスタン来ちゃうから難しいんですよね。逃げるか。もうちょっと距離開けたかったな。スタン来た。早いんだよな、やっぱり。だからこれな、まだ瀕死じゃないと思うな。ギリギリ瀕死かぐらい。ダメージ入ってくれてたら今足引きずると思います。タテさん、ひるむタイミングで、よーし、クリアだった。ちょうど。さよならポポさん、また来ておくれやす。いや、ハマテさん来た。なんですと。あー、目なくないか、ポポ。君もスタン来る、もしかして。もう一回、ほら、横位置。あー、死んだ。ポポでかいな、これ。ブラキディオスほどじゃないけど、でも小さいブラキぐらいでかいですよね。ポポはあのセカンド G からのお付き合いなんですけど、すごいね、無害なモンスターで好きなんですけど、攻撃したね、俺が言うことじゃないですけど。というわけで、爆災の連鎖でした。7分59かな、58かな、あ、59ですね。サードだとこのタイム58秒なんですけど、トライ G はあのクエストクリアタイム出ないから、あれですね、これ59秒になります。なんかタイムアタックするとき、そこの1秒がね、結構あのなんだ、悔しかったりするんですけど。前回ね、あの
白銀のカリンの動画で連鎖楽しみにしてますとコメント来て嬉しかったです。ありがとうございます。いつもとってもね、いつも皆さんのコメント見るのが楽しいです。うわ何これ。なんかさ、天輪とか来て欲しかったっすよ。あ、そういえば俺クエストクリア回数が G 級とうとう7000回超えましたよ。びっくりした。あの、何だったかな、何かの動画撮影して終わった後にちょうど6999回で、おあと1回だって思ってましたけど、その多分撮影の時にね、今回7000回ってめっきり忘れてましたけど、今何回な、あ、今が、お、今がちょうど7000回だった。ん、あれ、なんか俺の頭タイムがおかしい。あれ、そんなだったっけ。今がちょうど7000回でした、これ。というわけで、そろそろギルドカードの紹介できそうです。というわけで、次回は水没林にね、めちゃめちゃ行きたいんですよ、今俺の動画水没林ね、3年ぐらい登場してない気がするんで。はい、次回は暗中迅速太刀打ちの影です。ナルガクルガ足ですね、水没林でやっていきます。でこれ単体クエストなんで、なんか違うハンマー、グロギガ以外のハンマーで行くと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回も見てくださればと思います。さよなら。